はい、今日もあなたと百姓天国、本日は、2020年3月5日木曜日ですか、木曜日になりましたかね。さあそんなわけで今日はついついね、さっきまで雨がパラパラ降ってましたが、今日は晴れるみたいな天気ですね。今日できればね、植え付けを始めたいと思うんですけれども、できますかね、ということでございます。さあそういうことで、もう3月入りましてね、この時期3月上旬になりましたら、ほぼ毎日何かを種をまく、何かを植えるという状況に入ってきてますね。刃物もまけるし、畑の方ですよね、畑の方にこの育苗ではなくて畑の方に直接種をまきますよね。刃物なんか何でもいけますね、小松菜、水菜、ほうれん草などなど、春菊なんとかかんとかね、この辺も株、小株、チンゲンね、我が家はセット野菜ですので、どんどん撒いていかなきゃいけないです。さてということで、今日はズッキーニ第2弾ということでね、ズッキーニを撒いております。昨日何ですか、配信しましたその種まきのね、水に一晩乾水してですね、それで撒きます。もう3月になりましたので、この時期になると、もう温熱シートというか、あの保温、夜中にこうね、保温するのはもうなくていいかなということでね、ハウスの中で、トンネルを普通にねしてあげれば、その中に置いておけば発芽してきます。さあそういうことで、これを巻きながら何かの話をしようかと思うんですが、よいしょ、巻くのはまずダイナーね。ダイナーね、はい、よいしょと。よいしょ、よいしょと、ね、まあこれはね、あのこの何て言うか、三角って呼んでるんですけど、あのキッチンの三角コーナーにあるやつです。これはもう私の場合は使い捨てでね、別にあの使い回してもいいとは思うんですけど、そう今日は種まきをしながら何かの話をしようと思うんですけども、さて、セキララなタイトルですけど、農家はなぜ苦しいのか、ね、経営的にもそうですけども、ね、なかなかやっぱ農家さんを継ぐ人はなかなかいない、ね、ずっと昭和40年私がちょうど生まれたぐらいから、その時はおそらく700万か800万人ぐらいいたんですね、農家さんというのはこの国にはね。今は200万人を切って、実質170万とか180万ぐらいですか。でそのうち専業農家っていうのは30万人を切っておりますね。つまり人口のほぼ 1% を切るぐらいで、あの日本の労働人口のその食べ物を支えているというような状況らしいです、データで言えばね。まあそうね、農家がずっと減っているっていうのはね、右肩下がりだっていうのは分かってますけども、とても簡単ですね、都会に出て働く人が多いわけですよね。小中高大学出てそのまんま実家が農家であればそれを継ぐということはないっていうことになってるわけですよね。農業大学出て本当に昔、厚木かなどっかに行った時に、近くに農業、東京農大ですね、東京農業大学ね、日本で一番もしかしたら、まあ、有名な農業大学かもしれませんけど、そこでそのまあ、なんとか学科ってあるじゃないですか。ほとんどがその食品メーカーとかに入っていって、実家の農家を継ぐっていうのはね、そのなんか昔ちょっとデータで聞きましたけど、ほぼ1学年というかそのクラス何百人クラスでゼロ、まあ、あとはいても1人とか2人とかぐらいな感じだそうだっていうのを聞きましたけどね。まあだからまあ親の方たちも継がせないっていうのはありますけどね。でなぜそうやってね継がせないのか、まあ儲からないからなんですけども、でとても大変で、でなぜそんな苦しいのかって話ですよね。で多分もう皆さんはね、本当に皆さんというか農業に少しでも関わりのある方だったら、それを考えない時はないわけですよね。でそういうものだと思ってやっていくわけですけども、あのまあありていに言ってしまえば資産っていうものを持ってないんですよね、我々は。もちろん持ってるものは何か、土地であったり技術であったりするわけですもん、農家の場合は、いわゆる都市におけるお金持ちっていうのは、例えばその中心にあるのは不動産だとか、まあ金融とか株とかで、
労働単価も当然我々の場合は低いわけですよね。なので低い労働単価で永遠に働き続けなくてはいけないっていうところで、じゃあこの我々のやってる労働に対して価値はあるのかって言ったら、時給計算するとね、例えば有機農業なんかを見ると、本当に研修時代に有機農業の時給とか計算したらいくらですかね、100円ないわけですよね。そこでこうみんなこうグダッとすると言いますかね、まあそういう話になってくるわけですよね、これ。でまあどういうじゃあその資産を持つのか、だから農家の場合はだから土地ね、田んぼ畑というふうになるわけですけども、それしかまあ持ってないって言ったらですけども、いろんなこういう農業資材とか私持ってますけど、これおそらく20年かけて私ね、こういういろんな、あのこのハウスは違いますけど、あのいろんなああいうビニールだとか、こういういろんな細かいあのまあそういう機材というか農機具だとかいろんなもの持ってますよね。いや軽く4桁は超えてるわけです。4桁以上ですよね。そうするとじゃあそれで例えば市販にそれを出したところでお金にどれぐらいなるかって、そんなになるわけないじゃないですかっていうことですよね。だからこう持っているものが本当に資産にはなってないですよね。でここのところだから永遠に労働をし続けていって、で、扱うものが野菜であれば1個100円とかって3桁の勝負になるわけですよね。でやっぱりそれは全体的にこうバッと見て、やっぱりこれは俯瞰で見て、私も20年やってきましたけども、やっぱりなかなかこれは構造的にやっぱりこの苦しさからは逃れるっていうのはなかなか難しいんだろうなっていうふうに思います。でね、農家の労働っていうのは私はとても価値があると思ってやってますけども、あの市場マーケティングのところから見ればその労働価値って低いですよね。例えばよく知りませんけど、弁護士さんが1時間ね、お話しするだけでおそらく我々の単価の何十倍何百倍ですよね。あの弁護士さんお一人を拘束する時間というのは、はい、そういう意味ではその労働の価値は我々のこの第一産業というのはとても低いのかもしれないですよね。あやっぱりまあざっと見てやっぱりそうなんだろうなっていうふうに別に考えなくたって分かりますよね。でじゃあどうしたらいいのかってやっぱりね考えるわけですけども、農家の持つ資産というのは、だからさっき言ったように土地畑田んぼっていうね、このまあ土地に絡めたものがほとんど中心になると思うんですけども、これが結局価値があった時代っていうのはバブルの頃であったりね、土地が値上がってどうとか畑を売ったらどうとかね、いい時はあったんですけど、今そういう意味ではもう土地やそういうものが値下がりしてきて、田舎の農地がなかなかそういう形で持っている資産としてね見なされるかって言ったら、あの場所によっちゃうんですね。都市部であればこの辺であればまだそれは通じる話かもしれないですけども、私が前言ったその、ね、千葉の本当に成田空港の近くというところだと、本当に畑の価値自体はほとんどそれを売買するとかね、よほどのことがない限りほとんどないですよね。10年ぐらいの中で売買の記録とかっていうのはその調べれば分かりますけども、本当に数件しかないわけですよね。それでこうとあの畑や土地がそう流動的にこう取引が行われたっていうのはね。でやっぱりそこのところから農家の持つ資産を、情報だとか技術ソフト面ですよね、ここに何とか転換できないかっていうことですよね。いわゆる農家の付加価値、農家であること自体、農業に携わっていること自体の付加価値をソフト面で何とかこう培っていくことはできないかというのが私の考えです。で多分皆さんそういうふうに考えてると思うんですね。で例えば野菜を作る技術、それってなかなかのものではあるわけです。例えばいろんなその脳的な技術や知識というのは、場所によってはあのとても価値のあるものなんですよね。だけれどもそれがほとんど生かされてない。でそこが本当にもったいないと思うわけです。でそこのねところを一つなんとか変えていけない、とてもその構造的に変えていくことができないか、もちろん一朝一夕にはいけないですね。例えば今私が取り組んでいるのはその情報資産ってやつですよね。まあ一つは YouTube であったりとか、こういう有機農業として20年やってきたっていうそういった経験だとか知識というものを一つの資産として考えたらどうなんだろうかっていうことですよね。そこはもしかしたら価値があるかもしれないんじゃないのというふうに思う次第でございます。わかりませんけどもね。でそういう世界にその一つのその経験値ですよね。例えばよくわからないですけども、
ニューヨークのウォール街でね、外資系企業でなんとか為替ディーラーを何年かやってね、これだけのヘッジファンと動かしてっていうのは、それ自体がやっぱり素晴らしい輝かしい経歴として、その方の持つ資産になるわけですよね。でも例えば私を振り返った時に有機農業20年やりましたって、言ったところでそれが何かっていうことに、ね、なるわけですよね。あ、大変な、こんだけしかないよね。よいしょ。なんかその辺ってね、なんかまあもともとそういう業界ではあるわけですけども、やっぱりなかなかこう、うん、それはまあなかなか農家っていうのはそういうような評価しかないのかなというふうに、それはやっぱり残念ですよね。だとしたらやっぱりその価値をね、どうやったら上げていくことができるのかっていうことはやっぱり常々考えたいところですよね。そう思います。で、そうではなければ、例えばずっと我々は労働し続けなくてはいけない。で、日々、だからこういった大変失礼ですけども、高校生の子がねコンビニでアルバイトをするのと、もしかしたらそんなに変わらないかもしれない。日々アクセクと働くと。で、それはね、やっぱり私自身本当にそういう感じで働いてきてるわけですけども、それが好きであればもちろん全然いいですけども、長年ってこう見た時にそれが蓄積にならない、ね、資産としてのその価値をこうとは見なされないっていうのは、まあそれが資産と労働っていうね話になるんだとは思うんですけど、なんか、それはなんとかそこから抜け出さない限り、そのなんていうのかな、なんかその苦しみというのは本質的に変わらないじゃないのかなというふうに思います。で、多分それは皆さんそうお感じになってるんじゃないかなと思うんですね、農家さんはね。昨今だからネットではそういった情報資産なるものがね、言葉で出てきて、もしかしてね、農家の持つそういう経験値だとか情報や何でしょう、例えばそれがね、一つには環境問題的なことになった時にね、いわゆる生態系の話になった時に、農家はやっぱり日々ね、あの第一次産業に従事する人たちで外で働いております。で、自然とお付き合いして働いてるわけじゃないですか。なので、そこでのね経験値や勘のようなものがデータとしてもしね取り出していくことができたりしたら、そこは価値があるんじゃないのかなというふうに思うんですよね。AI で最近はね、そうやってコンピューター制御で農産物を作ったりということはもう普通になりつつあるんでしょうけれども、そこにやっぱりその長年の経験や勘やポイントという栽培のね勘どころというようなものをデータに落とし込むことができれば、それはそれでその農業者のね長年のそれっていうのは価値があるんじゃないかとか、そういうようなことですよね、というふうに思います。それは栽培に関してですよね。でもそれ以外でもね、なんかこうなんでしょう、ずっと長年そう自然の中で、例えば漁師さんね、私だったら農家ですけども、漁師さんのことは知らないですよね。漁師さんが例えば20年30年って長い期間働いてこられてですね、それで今何を感じていて海がどのように変化してっていうのは聞きたいですよね。私それ知りたいですよ。で、いわゆるそういう環境問題とかっていうもので、海がどのように変化していってるのかっていう、それをねデータとかそれだけではなくって、漁師さんの口から何がどう潮の満ち引きでどのように変化していってるのかとか、そういうことを聞いてみたいというふうに思うんですね。で、その情報なりその海の変化とか、そういうもの、毎日海を見てきたその人のその感覚やそういうものっていうのは価値がないですかってことですよね。僕は価値があり、あると思います。私自身はそれを、例えばそういう講演会なり何なりもしねあれば、よくわからないです、タイトルね、漁師が、なんかわからないですよ、アジを取り続けて40年で海を見続けてきた男が今何を語るのかっていうテーマがあったとしたら、僕時間あったらそれ聞きたいですね。はい、そういうようなことですよ。で、それって価値がないですかね。そういう意味でまだまだね、まだまだというか、これからは本当にそういうこう農家が自分が普段やっていることをね、なかなかそういう付加価値をつけて、付加価値というか価値を見出すというのは本当に難しいところであるのは分かりますけども、私も自分自身でそんなに価値があるというふうにはなかなか思ってないんですよ、実を言うとね。実を言うとということもなく、実際そうですから。だから
ね、ただやっぱりあるところから見れば価値があるのかもしれない。やっぱりそこはやっぱり自分たちのね、農家としての評価を自分たちで変えていくっていうことをやっていく必要があるんじゃないかなってやっぱり思う次第でございますね。だからまあね、僕がとは言いませんがね、昨今は本当に有機農家ね、仲間なんかでも本当にみんな結構、投資といいますか、要するに莫大なまあローンとか借金をしてですね、本当にこう設備投資を大きくする人も出てきてますし、ようやくこうね、ちょっと私のいるこの有機農業というもの自体がね、普通のその仕事としてもうある程度認知というか、されるようにはなってきておりますけれども、もうちょっとですよね、はい、頑張らないといけないなというふうに思います。これはオーラもね、よいしょ、今年は柵をだいぶ減らしてますんでね、よいしょ、うん、ということで皆さんはどのようにねお感じになられますかね。すごくまあいつも感じることですけど、その労働に価値がないとは僕は全然思ってなくて、労働っていうのは本当に僕自身はこの農業の畑仕事っていうのは本当に素晴らしい仕事だというふうに常々言ってますし、もちろん大変ですよ、お金というところから考えればなかなかちょっと厳しいのはありますけど、これ自体は本当に素晴らしい仕事なんだと思ってるんですね。でこれだからこれで本当に生活が安定し食べていくことができればパラダイスなんですね。でそれは常々農業やりたいとかっていう方には言うことですけど、大変ですけど食べていくことができればパラダイスですよという話はするんですよね。で本当に他の仕事がどうとかってもちろん分かりませんけど、農業というものには価値がある仕事なんですよ。本当に価値があると思います。だからね、何でしょう、だけどももしね、でも長年やってるとなかなかそのこの労働自体ではなくて周りのことであったり売り上げであったりいろんなことをね、台風が毎年来たりね、いろんな天災もありますしね、そういったものを直撃いたしますので、我々の仕事はなかなかね心が安らぐっていう日はなかなかないのかもしれないですね。そういう意味ではその安泰であるっていうことはもちろん永遠にないんですけど、だからこそその自然の中で生きるっていうこと、それはリスクを伴うということなのでね、それは受け入れざるを得ないし、受け入れていくことが乗り越えることはできませんよ、できませんが、そこと向き合っていくっていうことがとてもね、僕は人間としての成長を促する、当たり前ですけどもね、そこで向き合うわけですよね、生態系や自然と。そこにやっぱり最も価値があるというふうに人としてですね、私自身は個人的に思ってます。はい、それは何事にも変えがたいというふうに思うんですね。よいしょお、晴れてきたということでね、今日ねズッキーニの種まきをしながらね、農家の資産とは何かってね、土地や畑や田んぼ、もちろんこれも素晴らしいですよ、これは残していかんといかんのわけですよね、これを本当に守っていかなきゃいけないと同時に、それをキープしつつ、それをソフト面ですね、情報資産であったり技術であったりっていうものがなんとかねそれを資産に持っていけないかということをね、考えた方がいいんじゃないかなっていうふうに思った次第でございます。以上でございました。今日は暖かくなりそうです。